さあ、それでは予選ヒートスターティンググリッドご紹介いたしましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー7番です。 M システム水田拓、タイトルタイム56秒248、2番手に対してコンマ3秒の差をつけました。2番手にはランキングトップのカーナンバー2番野崎ひろき、トレンタクアトロシスカー、3番手39番サーティーズレーシング平野真一、4番手45番アッシュ臼井学ぶ、5番手51番F字クラブ岸本慎介、6番手3番F字クラブ奥野康政、以上がトップ6。以下7番手18番大川博士、8番手31番淡根久美一、9番手25番川北博之、10番手には12番の布目刑事、11番手27番松村元明、12番手34番安藤誠、13番手38番一ノ瀬新平、14番手15番清川義文、15番手92番鈴木太郎、16番手28番水谷啓司、17番手82番乾勇樹、18番手71番棚橋信之、19番手53番宮崎智美、そして宮崎智美、そして20番手19番湯浅慎二、以上が上位20位まで。以下沢村、小谷、沢口、橋本、上尾、上岡、鈴木、スタートはディレイになりました。さあ、スターティンググリッドですが、25番グリッドからもう一度、55番の上岡、26番手33番鈴村、以下加藤、長谷川、北野、野崎、清水、野口、大沢と続いております。さあ、先ほどのローリングの中では大川の姿がちょっとポジションなかったように見えましたけれどもね、ちゃんと戻ってこれましたでしょうか。ローリング2周目、現在ヘアピンへと差し掛かっています。最終コーナーから立ち上がってきました。スタートはディレイです。いや、大川はいますけれども、やっぱりちょっとなんか誰かいませんね、上位。さあ、これは再びディレイ止まってしまっているのが、今2コーナーの立ち上がりというか、ちょうど芝生の上で1台止まっていますが、ゼッケンが50番台ではないかと思われるんですけどね、情報がまだ入ってきておりません。さあ、岸本ですかね。やっぱり1台足りないのは岸本かもしれませんね。ちょっと確認をしてみましょうか。ポールスターはカーナンバー7番の三田、そしてその後ろには平野がいます。で、平野の後ろにやっぱり岸本がいなくって、で、大川、川北と続いてますから、やっぱ岸本がいない状態ですね。最終コーナーから何度目かのホームストレートです。スタートは切られるか。切られました、スタート。さあ、三田と野崎、1コーナーに入っていくのはまずは野崎。野崎が前に出ていきました。さあ、そしてカーナンバー36番が今ブーンという感じで、野崎茂の方が今スピード伸びていきました。一瞬かぶりましたけど、1コーナーへと入っていきます。さあ、そして上位陣のバトルです。3コーナーから4コーナーのところ、大きな混乱はなさそうですね。旗は振られておりません。3コーナーです。
トップは単独で野崎、2番手に水田といったところでしょうか。少し離れまして3番手争いが4台、トップ6が頭一つ抜け出しています。少し離れまして7番手以降がヘアピン立ち上がりでサイドバイサイドになっておりまして、かなりの接近戦です。トップ野崎、2番手三田、そして最終コーナーから立ち上がってきます。3番手には宇佐日、4番手には奥野、5番手大川、6番手平野となっています。トップ6、7番手に清川が上がってきました。カーナンバー15番の清川はシリーズランキング第2位で今回野崎と対決という状況なんですが、スターティングブリッドは14番手だったんですけれども、現在7番手まで上がってきました。さあカーナンバー55番、今遅れてホームストレートを通過していきます上岡正雄です。下り 25R、 トップ集団がばらけてきました。野崎と三田、少し離れまして臼日と奥野、さらに離れまして大川単独、6番手争いがずらーっと長い列という感じになりまして、現在カーナンバー15番の清川が6番手に上がりまして前を追い始めています。清川の後ろには平野、そしてそのイン側に振っていったのは阿波根、さらに安藤と続いて今地方内と入っていくところ、どうですか。うお、なんかかなり遠赤で跳ねているドライバーもいます。さあそして3番手4番手争いは臼日と奥野で繰り広げられていますが、今3コーナーから4コーナーのところで攻防戦がありました。これで5番手の大川もじわっと近づいてきまして、少し離れて6番手単独の清川が今ブンブンと後ろを引き離しています。清川のペースいいですね。先ほどパッシングをしながらも後ろの第2集団よりはコンマ3ぐらい早いタイムになってますかね。さあただトップ集団はそこそこ56秒台後半のコンスタントなタイムで周回をしてますから、清川がここから追いついていけるかどうかというところです。そして7番手にはカーナンバー31番の阿波根健一が戻ってきまして、8番手に乾、9番手に安藤、平野、内之瀬、川北、布目と続いていきました。3周終了です。トップはランキングトップの野崎がシリーズチャンピオンを決めに来ています。2番手に三田、3番手奥野、4番手臼井、奥野や臼井はシリーズチャンピオンには噛んでおりません。5番手の大川と6番手の清川がシリーズチャンピオン争いをしているドライバーです。5番手カーナンバー18番大川、10年前のフレームだから今回は元のカウルに戻して参戦と言っていました。前にじわーっと近づいていく、そしてさらに清川がやっぱり追い上げてきましたね。4周終了、5周目です。トップ2と3番手争いと、そして7番手争いは阿波根を先頭に乾と安藤、今1コーナーへと飛び込んでいきます。さあ3番手争い激しくなった。3コーナーの手前動いたのは誰だ。奥野と薄人大川のうち、さあ前に出てきたのは誰でしょうか。奇跡を起これの大川か。下り 25R 入ってくるのは立ち上がって40番で薄日ですね。これ薄日です。3番手に薄日、4番手に奥野、5番手大川、そして清川がぴったりつきました。清川がぴったりつきました。トップ2もついてきた。これはわからない、混戦模様です。スーパー SS、 お兄様方のバトルは今ホームストレート予選半分が終了です。1コーナーちらっとオーカーがイン側見ましたね。さあそして第2集団は阿波根に代わって乾が前に出てきました。7番手に乾、8番手に阿波根、9番手に安藤と、ここも入れ替わってきています。さあそれが今3コーナーのところですが、前の3番手争いも面白いし、そしてその後ろもかなりのバトルになっているし、トップ2はぐんぐん接近しているし、もうあちらこちらでバトルです。これぞスーパー SS といった感じがしますよね。ヘアピンからの立ち上がり、
さん、三田はずっと2番手でトップの野崎を追いかけているんですが、余力はあるのかどうなのか。そして混戦模様の3番手争いからは薄日が抜け出し始めています。大川がインサイドに持ち込みました。ホームストレートから1コーナーでインガーにマシンを振って飛び込んでいきました。大川が奥のをかわしまして、ワンポジションのアップ、現在4番手そのままキープしています。3番手大杉、4番手には大川、5番手奥の6番手清川、そしてトップ2は野崎と三田の2台。帰ってくると残り3周、三田はまだ野崎の背中を捉え切れてはいないんですよね。いけそうなんですけどね、いけそうでいけないところです。さあそして3番手には大川が上がりました。宇津井もかわして大川が上がった。もうあちらこちらで、ね、大バトル状態。さあこれ大川はもし野崎と三田に何かあったら奇跡の大逆転あるかもしれませんよ。今回はポールトゥーウィンで、なおかつ上のドライバーに何かないと逆転チャンピオンは望めない大川ではあるんですけれども、わからなくなってまいりました。さあそしてトップ2がここで動いた。ヘアピン8周目、ようやく三田が野崎を捉えまして仕掛けに行きました。そのままキープをしています。三田トップに浮上。野崎は現在2番手、後ろから大川がやってくる。4番手薄に、5番手奥の、6番手清川は1コーナーで飛び込む体勢だ。清川は1コーナーで飛び込んでいきます。7番手には阿波木が戻りまして、8番手には布目、9番手乾、10番手安藤と、ここは長い隊列の中で入れ替わりが起こっています。阿波木の後ろから布目が、そしてもう一度と乾が様子を伺っています。そして安藤の後ろにはスターティンググリッドから随分ドロップをしてしまいました川北が、もう一度という感じで今迫っていってますね。そして一ノ瀬、平野、水谷とここまでが一段になっています。14番手までが一段です。さらにその後ろには湯浅、鈴木、棚橋という3台も見えております。その後ろにもう一台いますね。カーナンバー27番の松村元明です。シリーズチャンピオンをしているドライバーの一人、松村を大きくドロップしています。これがファイナルラップ。トップは三田がキープしているが、大川が完全に追いついた。これ大川博士あるか。大川なんとファーストテストを出している。先ほどの周回前がちょっとでも守りのラインをしてくれたりしたら大川にチャンスがあるかもしれない。シリーズチャンピオンの望みがつながるかもしれない。どうだ、ヘアピンでは動けません。ヘアピンでは動けない。ここまでか。三田と野崎も動かない。しかし最終コーナー何かありそうな予感はする。最終コーナーのブレーキング勝負どうだ。そのままいった。これは大川にとっては届かなかったけど、なんかガッツポーズしてる。ガッツポーズしてるよ大川さん、これ良かった。満足満足。大川さん超ガッツポーズでしたね。原田のみんなにも見守られて、大川やるだけのことはやったといったところでしょうか。トップ三田、2番手野崎、3番手はガッツポーズで大川、4番手には清川が上がってきまして、清川は野崎とね、あのポイント差が少ないので、4ポイントしかないので、これは決勝勝負ということになるでしょうね。そして5番手薄日、6番手奥野とチェックを受けていき、阿波木は9番手、松村は18番手あたりにいましたし、で大川は、まあ、チャンスはなくなったんですけど、まあ、上位でフィニッシュということで、シリーズチャンピオン争いはほぼほぼ野崎と清川で争われることとなりました。